はい、皆さんこんにちは、ゆかふのゆかです。今日は実は旅行でタイに来てるんですけども、またバンコクに来ました。で、以前泊まったホテルと同じとこに泊まっていて、お風呂場がとても綺麗なので、ここで今日は Get Ready With Me やっていこうと思います。なんかこの間見た毎日メイクとあんまり実はアイテムは変わらないんですけど、なんとなくこう雰囲気がいいのでここでやっていこうと思います。これは強敵だな。はい、であんまりこう濡れてないので肌の状態はそんな良くないんですけど、始まるよ。最初に日焼け止めを塗っていきます。日焼け止めはこの間も登場したクタールのものね。やっぱりバンコクは湿気が多いし暑いので、テッカリケアに力を入れていこうと思います。じゃじゃん、このマックのプライマーをのせていきます。すごい少量でいいので、こんぐらい手に取って、これもちょっと多いかな。で、鼻のとこになじませていきます。なんか化粧崩れしやすいような場所につけるとおすすめです。ただつけすぎるとちょっとね、浮いちゃうっていうのかなっていうのがあるから、薄くつけていきます。この間ね、このコンシーラーを買ったんですけど、レブロンの、これちょっと色が黒かったのね。色が何番なの、これ1個しかなかったので、これ色合いは1個なのかなって感じなんですけど、ちょっとこれでカバーする部分カバーしていきますね。結構昨日あんま寝れてないから、クマがあるから、クマも。うわ出すぎたよ。これは強敵だな。これ拭いていきます。なんでこれ出ないんだろうと思ったらめっちゃ出ちゃった。でも色はね、なんかこう赤みとかだけ、この間ご紹介したこれね、ロレアルのものを使っていきます。こっち側の黄色でニキビ跡をしていきます。なんかこういう風にさ、お肌にも下準備をしてあげると、ファンデーションをこういっぱい塗る必要がないので、そういう意味ではすごく後が楽になる下準備って感じですね。したら使っていくのは、じゃじゃん、ランコムのデンミラクルかな、デンミラクルの P の01番の色をつけていきます。ブラシはこのね、エスポアのこのファンデーションブラシを使っていこうかなと思います。すごいブラシが柔らかくてきめ細かいので、でしかもここがこのカーブになってて、こう目のラインに沿ってくれるっていうかな、すごい塗りやすいです。したらこの上からまたこの例ののせばむのスプレーっていうのを振りかけていきます。で、こうフィックスするような感じにします。ハイライターはこのロレアルの、なんかすごい自然なツヤ感が出るので、こう自然な潤い感を出します。眉毛は変わらないね。前回はね、このポロンポンっていうエリアに結構ずっといた感じで、あとは週末にチャトゥチャマーケットっていう週末のマーケットに行って、あとはまあ遠くって言ったらパタヤに行っちゃったから、バンコク内の中ではこのエリアに結構ずっといて、なのでちょっと今回は他のエリアを見てみたくて、マイマスカラもいつもの使っていきますね。ごめんね、電池が切れちゃったで、今回はそのお寺を中心に行きたいなって思ってて、なんかね、全然そのリバーサイドとか、あとはカオサンロードの方とかっていうのを全くこう発掘できてなかったので、なんかまだまだバンコク見るとこあるなって思って、すごい今回も楽しみですはい、そしたら、アイシャドウに入りますね。で、使っていくのはこちら
アイミミのアイマイシャドウパレット LE001 番のいつものね、これとこれだけ使っていきます。パールがないこちらの、色をまぶたにのせて、このパールのものをその真ん中の部分に塗っていきます。パールないものを下まぶたにも塗っていきます。で、あと私がこう日本語で言った方が皆さんはいいですか、それとも韓国語で話した方がいいですか。なんかこうたまに韓国語で話してくださいっていう方もいるので、どっちで動画を撮った方がいいのかなと思って、一応旅行の動画は韓国語でできるだけやろうかなと思ってます。ただ私たち結構ミックスで使っちゃうので、それは字幕でカバーするようにしますね。じゃじゃん、この 3C のアイスイッチダブルノートをこの下まぶたのここね、ここにつけていきます。ってなる感じ。チークもこの間のロレアルのものを使っていきます。色のこっちがハイライターね。で、あとはチークのお色をのせて指でなじませていきます。見えるかな、はい、こんな感じです。リップは昨日買ったのが、ちょっと待ってね皆さん、私が旅行に行くときに必ず買うものといえばリップスティックじゃないですか今回の旅行でなんかね、ちょっといろんな色で迷ってて、最後搭乗時間になっちゃってめっちゃ急いで買っちゃったので、あんまり買った記憶はないんだけど。やるじゃないか。このイヴ・サンローランの401のお色です。ホットじゃないね、なんかリップスティックなんだけど、塗ってみますね。手でやってないのに、めっちゃ唇にファって馴染んでくれた。いい色じゃないですか、すごい。まあ無難なね、赤、クールトンっぽい赤なんですけど、はい、こんな色を買ってみました。で、そういえば今ね、ブラウンのマツエクしてるんですけど、取れちゃったのね。だからアイラインだけはしていきますね。トゥクールフォースクール、おなじみの。この間とすごいアイテムが被ってて、みんな見応えないかな、大丈夫。でもあえてちょっと違うのもね、持ってきてみたんだけど、こんな感じでいいかな、はい。それでは今回の1日目ってことになるかな、昨日ついたから。2日目のメイクはこんな感じでした。まあ多分旅行中ずっとこの感じの顔だと思うんですけど、こんな感じでした。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。これからのタイ旅行も一緒に楽しみましょういろいろ発掘してくるので、お楽しみにしていてください。それではインスタグラムとツイッターのフォローとグッドチャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。